どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、ちょっと変化球ということで、理系人材のビジネス教養を学び直すという回になっておりますと。どちらかといえば、僕がプレゼンするというか、皆さんに知っていただきたいという、ボランティア精神といえば非常に僭越ではございますが、そのような心持ちで動画作りをさせていただきました。というのもですね、技術で勝って、ビジネスで負ける日本ということで、過去にも動画にしておりますが、日本というものはですね、非常に技術に秀でておりまして、このような、例えば縦軸が規模、横軸が視野でございます。で、このバブルチャートの大きさが市場規模でどれくらい視野を持ってるかって感じですね。自動車で言えば、まあここにあって、まあ視野 20% ぐらいで、まあ規模としてはものすごくでかいよと。で、右に行けば行くほど視野は高いですよね。上が1兆円、下が1兆円以下になっておりまして、まあこの辺で言えばですね、例えば輸送機械の自動車の部品とかですね、デジタルカメラとか、あとこういったゲーム機ですとか、小型モーターみたいなものがニッチだけどシェア高いよと。で、さらにですね、このバブルが小さいところでもっと右に寄ってるものですね、こういったものをニッチトップと言ってですね、非常にいいわけですよ。ニッチを極めててシェアがもうものすごく高いと。で、こういった製品がもうグローバルで一番日本に集積してるわけでございますが、良い技術だけではもう売れる時代ではないと。例えばですね、昭和の終わりがけ、もしくはまあ平成の初期ぐらいまではですね、良い技術があればそれだけで製品を買ってもらえる時代であったわけでございますが、なかなかビジネスになると価値パターンを描けていないと。描くことが難しくなったと言っていいと思います。まあ今まで会ってきた技術者の中でもですね、市場俯瞰できる人ですね、要するに将来こういった市場が待ってるから、このようにビジネスを育てていくんだと、競合を見てですね、自社はこの位置にいるからこういう戦略を引いていけばですね、勝てるんだみたいな、そういった市場俯瞰できる人は残念ながらほとんど皆無であったわけでございます。ということで、理系人材にもビジネス力をつけていただこうと。じゃあつけるにはどうしたらいいか、そういった実は場があるっていうことで知っていただきたいと。で、その場になるのが東京理科大学大学院になっておりまして、理系人材の大人が通い直す大学院になっていると。技術経営専攻ということで、例えば名古屋だとグロービス経営大学みたいなですね、文系寄りの経営大学なんかもあるわけでございますが、もうこの理系特化型の経営大学になっているわけで、 MOT と言われているわけでございます。この MOT に若林先生という方がいらっしゃいまして、セミコンアンバサダーを務めておりますので、セミコンジャパンのですね、晩餐会に来ましたらこの若林先生がおりまして、実はまあいろいろ経歴がございまして、まあアナリストなんかやってヘッジファンドも設立しているわけですね。傍らですね、例えば日本の半導体の重役を務められていたりですね、ラピダスとかですね、 TSMC が日本に来ておりますが、そこにまあ深く関係していると。若林先生ですね、2017年頃より MOT にて教鞭を取ってるわけでございますが、まあこの方にですね、お声掛けいただきまして、実はその MOT をやっててなかなか学生も入ってきてくれないんだよ、ちょっと協力してほしいみたいなね、そういったノリ、まあちょっと違ってたら恐縮ですけども、お声掛けをいただきまして、 MOT にお邪魔してですね、そこで対談をさせていただいたと。じゃあ MOT で実際どういった事業をやっていくんだ、理系前提でのビジネスモデルの発掘とかですね、文系でもいいと思うんですが、ものづくり業界でビジネス力を高める事業内容って一体どういったことをやってるの、それわからないと思いますので、ぜひね、動画にしてきましたので見ていただきたいと思います。ということで、皆様いってらっしゃい。どうぞ。まずは先生の自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。私は今理科大のですね、 MOT の、ここで教授をしております。ちょっといろいろありましてですね、はい、で野村総合研究所でアナリストをしてですね、その後ヘッジファンドをですね立ち上げられた、立ち上げて、で10年は株の打ったカットをしてですね、2017年からですね、この理科大で今一生懸命頑張って MOT を改革して、直近ではですね、政府 の半導体デジタル会議ですね、これ の有識者メンバーとしてですね、今日も今朝会議に出てたんですけども、半導体の、ラビダスとかですね、日本の半導体はずっと私が若い頃は一番良かったずっとこうですからね、もう一度やっぱり死ぬ前にですね、ちょっとこういうターンアウトを見たいというような思いでですね、今頑張っているところでございます。小池さんもよく来てもらってますし。あ、そうですか。はい、小池さん自身がこのグラデーションペーパーですね、これの審査評会には実はいろんな外部の有識者が来られて、実は小池さんも毎年年に2回はここに来てもらっててですね。そうですか。ただ、通常はですね、一般の方というか製造業にお勤めの技術者の方ですね、その方々が学ぶための大学院と、そうです、35とか40ぐらいの方が来られると、
そういう場なんですよね。そうですそうです。いわゆる修士論文ですね、はい、これをですね、まあ、2年間の中の特に最後の1年間で書くんですけど、これもあの我々グラデーションペーパーと言ってますけど、はい、これがですね、まさにあの実践的でかつ技術的でかつ会社にも役立つというようなことの内容がございます。修士論文をビジネススクールで書くところは今ほとんどないんですね。つまりですね、いろんな知識もですね、単にやっぱりその図学でね、いろんな立派な先生方とかいろんなゲストの話を聞くのももちろん勉強になるんですけども、1年経つとですね、こう左から右にこう抜けていくんですね。自分でですね、苦労して調べて、実際にこのワーキングしてですね、こうやってこう、大体あの5万字から10万字ぐらいですね、50ページから100ページぐらいの分厚いやつができるんですけども、これをですね、自分で書いて初めて知識が身につくと。これ要はですね、あのものづくりもそうですよね。やっぱりそのものづくりとかプログラムをですね、図学で勉強しても分かりませんけどね、実際プログラムを自分で組む。あるいはですね、ものづくりも自分でやっぱり先輩をね動かしてみると初めてこう分かるというようなことがあると思うんですね。そうです。でまさにその理系っていうのはそういうまあ実験とか実習というポイントで、まさにこのグラデーションペーパーを自ら書くということが一番大きなポイントで、そうですね、全くまた違うところですね、はい、例えば R&D で自分が研究していることがどういうふうにビジネスにすれば儲かるのかと、はい、ということを地に足をついてやっていくと、はい、実際に自分が開発している商品とか自分が扱っている商材で絵を描いていくわけです、はい、なのでじゃあどういうような計算が必要とか、はい、市場動態はどうなってるのか、はい、どういったサービスであれば認識いただけるかとか、はい、まあ、お客様メリットがあって儲けることができるかということを一から構築していくわけですね。そうです。いいですね。いろいろ1年生の時にまあ学ぶ、まあ、いろんなその経営論的なものとかですね、経営戦略とかマーケティングの話をそこで初めて自分で使ってみると。私は日本のですね、半導体もそうですけども、技術屋さんのですね、大きな問題点は、はい、いいものがいい技術ができればもうそれでおしまいと。そう、うん、それだけ思ってんですね。そうしてもですね、日本のまあ大学時の教育もそうですけどね、やっぱりその深掘りをしていくんですね、うん、で深掘りするけどもちょっと横串が刺さないとかね、ちょっと違った分野のことに関心を持たない。でここに来るとですね、まあ、いろんな製造業多いんですけども、いろんな多様な業界がですね、半導体だけではいろんな業界が来てますから、ちょっと違う業界でこんなテクノロジーが来てるということをまず分かると。でさらには経営戦略ですね、どうしてもこのビジネスモデルはどういうふうにやろうかということですね、まあ、勉強しないと実はいい技術だけを作るだけでは売れないんです。売れないんですね、マーケティングもしないといけないし、サービスをどう作っていくか、あるいはその業界構造がどうなってるかとかね、それは実は知らないと、狭い技術だけの世界ってやっぱり、だから80年代とかはですね、まだおそらくそのいい技術を売れば売れた世界ですけどね、もう90年代になってですね、全く経営戦略とかビジネスモデルということが技術プラスアルファで起きると。つまり、インベンションとね、イノベーションになりますけども、発明するだけではやっぱりインベンションなんですね。まあですね、そのインベンションだけじゃなくて、それをこう、技術戦略とかマーケティングとか含めてですね、それをこうイノベーションしなきゃいけないと。イノベーションですね。そのまさにイノベーションするためにどうされるかということをまさに自分でですね、このグラデーションペーパーを書きながらやっていると。で今ですね、ちょっとここにありますのはですね、はい、帯電機の事例ですね。事例ですね。でこの方はですね、マイクロ LED に使っているこういう一種接合技術ですね。ああ、LED の実装技術ですね。ですね、まあ、これをずっとですね、一つにやってきた。で過去ですね、10年ほど前にこの自分でこの新技術をやろうとしたんだけども、それがうまくいかなかったと。うん、でそこで MOG に来てですね、ちょっとそのもう一度その自分の技術をこうやってみたいと。単にその技術のだけではなくて、どういうようなこうビジネスモデルで作ってくるんだと。それがまさにあの今回言うとあの EMS3.0 というふうに彼が言ってるんですけど、彼はどう解いてる？彼はですね、ちょっとだけ、じゃあこの辺はですね、あのこれグラデーションペーパーの背景、半導体のなんかトレンドですね。そうですね。トレンドって、まあ、これから、まあ、モアムーアからモアザムーアだと。はい、まさに、あの、太郎さんの動画でも言ってるキップレットとかね。かつては、この沖電機自身がですね、EMS 結構儲かってたんですね。あ、やってますね。はい。でも、ちょっと最近、あの、結構厳しくなってるんですね。まさにちょっとスマイルバーグのボトムになってきてる。で、その中でですね、キップレットとかいろんな海外の EMS の話はあるんだけども、彼が考えたのはですね、オープンイノベーティブなですね、業界構造を設計すると。つまり、その自分自身でですね、こういう業界構造を設計すると。で、真ん中にはですね、自分の沖電機やってる EMS がいるんですけども、この上にですね、その加熱半導体の素材があると。それから当然ながら横にですね、あのプリント基板がありますね、これは。はいはいはい。でさらにこっちにはですね、その製造装置、プリント基板を作る製造装置があると。で、さらにその下の方にはこのユーザーさんがいると。うん、でさらにそれを取り囲んで、まあ、EDA 設計ツールですとか、あるいはあのいろんな素材の仕様とかですね。でこれをですね、うまくこう結びつけることによって、まあ、連携していくんだっていうのは彼の提案になります。で、その中で言うと、やっぱりその、どう、この設計ツールのところとですね、ここにあのシノブシスとかケイデスとかシーメスありますけども、うん、入り込んでいく。入り込んでいって、どううまく取り込んでいく。EDA というですね、設計ツールがあるわけですけど、そこに、そういった LED チップがすでに内在していれば、はい、もうそこで候補に上がってくるわけですよね。そうです、そうです。なので、いいものだけじゃなくて、どういうふうに売るかっていうことですね。
その設計ツールから攻めればですね、勝手に設計ツールがばらまかれてるわけですから、勝手に使うわけですね、ユーザーが。まあ、そういうモデルっていう理解でいいですか、ね、はい、そういうことです。というところで、こう、リマクトスタンド的なことを取っていくというのが、この彼の提案です。まずは、このマイクロ LED をですね、大きなケイパビリティを生かして、これをシステムに入れます。で、それをですね、パワーデバイスにも入れると。さらに、コードにも入れると。で、さらにですね、アナログのデバイスのチップレットを入れてですね、こんなシリコンインターボーダー上にこう基盤していくと。まあ、こういうような提案をすると。彼、卒業してからですね、そこの責任者になってですね、まさに今、自分が描いたプランが本当にうまくいくのかどうかをですね、自ら実装しているというような感じ。力強いのが同じような業界の人がいるわけですね。でそうすると実はハッと気が付いたらですね、自分の教室の仲間が実はお客さんかもしれない。もちろんライバルもいますけどね。でそうなるとじゃあ今回鈴木さんの時ですけど、じゃあ鈴木さんちょっと一緒にじゃあうちと組んでやりましょうかとかね、まあ、そういうことにこう広がっていくんですね。でまさにだから学びの場がですね、社会実装の場であり、なおかついろんなこう提携とか連携をする場である、あるいはお客さんが近くにいるかもしれないと、まあ、これが実はこの MOT のですね、大きなメリット。理論をですね、理論として丸暗記するんじゃなくてですね、自分の中の人なり肉となってそれで使ってみると、でさらにそのペーパーを書くんですけども、そのペーパーを踏まえてさらにそれを会社で実行して実行するとで、さらにそれを仲間と一緒にこう広げていくと、これがやっぱり MOT の醍醐味じゃないかと。皆さん自分の業界を深掘りしているのでね、まあ、自分はもちろん分かりますよね。でもその自分の業界がどこの業界とこうどうつながっているかって一度分からないんですね。分かんない、分かってない。でもここに来るとですね、まさにここの MOT は日本のね、ちょっとこれが本当は世界の縮図言いたいところなんだけど、残念だったら日本のね、縮図なんですね。でそこにはだから大企業もいれば、中小企業もいれば、あるいは実は銀行の方もいるんですね。あるいは自分でベンチャー作った人も。つまり、この教室自身のいろんな議論が、実はその日本の縮図でね、で、実はそのグラデーションペーパーの発表会をすると、まさにその日本の産業界のいろんな皆さん問題点をここで発表しちゃってると。じゃあ自分は誰と話せばいいのか、どこに入っちゃいけないのかって、実はこの中でこう、わかる自動車業界の方々、日本の GDP を支えてくれてる自動車メーカーの人たちがほとんどここに来てないのが、もう悲しいですよね、僕としてはね。自動車で OEM から仕事をもらえるっていうビジネスモデルから脱却できないわけですよね。若干ちょっと自動車業界にちょっと近いのがですね。あら、これはありました、ね、事例。日清ブログで。その方はですね、ブレーキ屋さんでしてね、これ何やったかというとですね、要するにそのケース化というのが今大きなトレンドなんですよね。ずっとそのブレーキ用の摩擦材をやってきてるんだけども、やっぱりその摩擦材っていうのはやっぱりこうすごく大事だと。ところがそのケース化によってですね、摩擦材ってどうなんだろうと。これ実は分かったようで分からないですね。でそこで彼はそこをちょっと質的にブレーキやる摩擦材がどうなのか、あるいはそれが量的にはどうなのかと、これ実はですね、調べたんですね。結論的には実は摩擦材は結構増えるんだと。でしょっちゅうブレーキをかけたりやるのでね、ちょこちょこやると。だから意外とこれ実は増えると。EV が回生ブレーキによって摩擦材負荷は減少するけれども、電磁充電材に変化すると。だから回されるのが追加によって走行量が追加されると。あと自動ブレーキによってブレーキ頻度が増加するということが分かりました。次はですね、今度は質的な価値ですね。社会情勢の変化の中でね、例えば CO2 削減もあれば、いろんなのがありますけど、そうなるとですね、これまでの摩擦材とですね、これからのその摩擦材で言うと、例えば安心とか安全とかですね、快適性みたいなものがこれから増えてくると。特にじゃあ彼はずっとその摩擦材一筋に開発やっていたわけだけども、それをどうしたらいいのかというのが彼の提案なんですね。これがまとめになりますけれども、彼が今、これ本当だからこれ、ティアワンとか、トヨタさんとかに見せたいところですけれども、やはりその自動車業界のそのエコシステム、まさに現状ですね、今おっしゃったように OEM があって、ティアワンがあって、ティア1点、彼らはティア1点なんですけども、例えばこれバリューチェーンで、これからが業界構造の設計ですけれども、今はですね、どうしてもその自前の垂直統合なんです。つまりですね、自分なりにちょっとこう業界構造がどうなるんだろうと、この中で自分は何をするんだと、こういうですね、ことも実はやってもらうんですね。でその中でその自分のビジネスモデルで言うと、例えばもしこれでソリューション的なことができればですね、単なるその材料を超えて新しいビジネスモデルじゃないかといなことをですね、やって、でそこでやることはやっぱり、他社のこう上限をですね、作るとかですね、ですね、今のパーパスという言葉が大事ですけども、ろうそくはですね、昔はただこう明かりを灯すだけだったんですね。でも今実はろうそくの意味っていうのは安らぎを与えるみたいな。例えばろうそく産業で結構マーケット増えてるんですね。ということは摩擦材をですね、そういうことで考えると摩擦材も新しいそのパーパス、意味のイノベーションが生まれるんじゃないかと、こういうようなこれ実はテーマで彼は書いていただいたと。でから今韓国の子会社のナンバー2になってですね、そこでまさにこういうビジネスをこう検討していると。面白い例かなと思います。
実際の自分のビジネスの延長線ですね。そこで普段業務に追われてるわけですから、はい、じゃなくて大学院に通い直していただいて、どうしていけばいいのかっていうのを見直す機会ですし、そして自分をグレードアップできる。そのグレードアップだけではなくて、まあ、市場が高くなるんですね。そうですね。つながりもできる、つながりもできるというところの機会ですね。ただこの MOT も認知がないとね。はい、その通りですね、はい、くすぶってる担当者は上長に懇願いただいて、もしくはもうね、素敵な上長であればお前 MOT 行けということを言って当然だと思いますので、ぜひお願いしたいということで、日本のなんていうんですか、競争領域の下支えということで紹介をさせていただいた次第でございます。こんな感じでよろしいですか。はい、ありがとうございます。で特にですね、やっぱり今平均年齢42、3歳ということはですね、会社に入ってやっぱ大体まあ20年ぐらい経ってきて、もうちょっと35ぐらいってほしいですね。まあ、35ぐらいって言うんですよね。だから大体こう、まあ返事の実はちょっとや人が長く減ったと、うん、でその中でやっぱりね、なんで自分の会社は技術力があるのに、なんで業績があんまりうまくいかないのとかね、あるいはなんで自分のところのなんか会社がうまくいかないと、この10年20年でですね、そのエンジニアとして、あるいはあのサラリーマンとしても含めてですけどね、そのモヤモヤ感をですね、ここで皆さんぶつけるんですね。でそこでその過去の10年20年の社会人生活を総括して、でそこで一応ここでですね、グラジュペーパーですっきりして、でそれが自分の今後 の10年20年後のまた新しい指針になるんですね。でそれをそれによって、このちょうど2年間をちょうど人生の折り返し点でですね、さらに自分をグレードアップするということの、まあ一つのきっかけということから言うと、結構非常に貴重な2年間で、またあの学生時代のね、まあ二十歳の頃の友達もいいですけども、やっぱりこの社会のね、苦労も分かりながら、ここでの2年間一生懸命学んで、場合によってこの苦労してですね、徹夜なんかして、このグラデーションペーパー書いた、まあ、毎週飯も食ったり酒飲んでね、いう中のやっぱりその人間関係、友達関係はこの一生残りますので、まあ、ぜひ皆さん、これをきっかけにですね、ぜひ我々ともあのものは MOT に来ていただいて、でそこでやっぱり日本の製造業ですね、私はやっぱりこの今の円安、それからインフレ、それから世界が今日本に、あの中国がね、なかなか難しい中で注目してますから、やっぱりもう一度ですね、日本に製造業をですね、復活させて、これによって日本が今二流半になろうとしてますけども、もう一度ですね、一流半ぐらいには戻したいと。まさにそのラピダスなんかもですね、まあ、小池さんはあの70歳で頑張ってるわけですから、ましてはですね、やっぱり30代後半、40代の皆さんはですね、まだまだチャンスがありますから、ぜひ、頑張っていただければと思います。そうですね。はい、そうですよ。日本はですね、製造業なくなり終わりなんで、うん、円の価値なんて製造業で持ってるわけです、はい、もうちょっとですね、あの光を浴びていいと思いますね、僕は普段から。ということで、以上でございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。その世界でね、まさにいろんなその半導体の政策がありますけどね、はい、今はまだね、実はあのチップスにしても何としてもね、まあ何兆円という話が出てますけど、実はまだ掛け声だけなんですね。でそういった意味から言うと、実は日本はですね、まあお金はまだそんな大きくないように見えますけど、僕のですね、政府もね、ダメだと思ってた日本が、日本政府がね、よくここまでスピーディーに実行したなと。実際その今工場が建設中だったりね、で一つもあのこれから今造成するわけですからね、まあ、これやっぱり海外と比べてもすごく誇るべきことじゃないかなというふうに思いますね。ということで皆様、はい、理系人材のビジネス教養を学び直すということで、以上でございましたと。ここでね、あ、そういった大学があるんだとかですね、理系だけど全然認識がなかったよっていう方は、ぜひ概要欄からアクセスいただいて、自分の学び直しをね、していただければ幸いでございますと。そして、まあ、日本の企業にもなるかなと思っております。ちょっとですね、動画、音声が聞きづらく申し訳ございませんと。MOT のですね、動画と一緒に音声も提供いただけるということで、安心しきっていたんですが、この音声がクソでございまして、失礼しました。機材をですね、持ち込めばよかったなというふうに思っておりまして。まあ最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございましたという感じですね。ということで次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。引き続きですね、ものづくり太郎チャンネルはスポンサーを募集しております。バナーであれば1回30万円で表示できると。昨日もお話ししたら、30万円できるんですか？早めに行ってくださいとか言われたんで、このくらい新聞に出すと30万くらいかかるんで、それよりも全然効果ありましたとかいうね、お客さんもたくさんいらっしゃいますので、ぜひね、ご検討いただきたいと思います。はい、ということでスポンサー募集しておりますので、どうぞ興味ある方は概要欄から、もしくはメールお待ちしてますので、よろしくお願いします。次回は未定になってますが、おそらく CKD になると思いますね。お待たせしました。空圧機器メーカーということで、なかなかいろんな FA 機器とかですね、自動化とか IoT やってますね。制御もやってます。その中で空圧機器っていうのは、今までこの太郎チャンネル取り上げていなかったんですが、ついにその空圧機器メーカーが登場するということで、お楽しみいただければ幸いでございます。そして、刺激になった方は、いいね。マークを押していただきたいと思いますし、こういったですね、ものづくり関連の話ですね、工作家もやってますし、FA もやってますし、こういった
MOT のこともですね、やらさせていただいていると。もう製造業にお勤めの方ですね。そしてものづくり大好きな方はですね、ぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。それでは次回の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。久々の対談企画でしたが、いかがでしたでしょうか。今後も面白い動画を作成していきますので、ぜひ次回の動画もお楽しみにお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。